かっちゃんよ、はい、プレゼント、ちょっと早いクリスマスプレゼントです。いや嬉しい。何これ、あ軽い、いらなかったらもうあれ俺が回収しますので、わかんない、これは嘘、マジでこれをネタバレしたら面白くないなと思って黙ってたけど、あのワンチャンいらねえなって思ったらこっちで、あのもらってもそんな困るものではないと思うんだけど、真面目に今見てもいいの、どうぞ、ちょっと早いクリスマスプレゼントだけど怖いんだよな、あなたがもらうものは。違う去年何もあげれなかったから今年はマジでいいものにしようと思って、いやそう言ってさ俺ろくなもんもらった記憶がねえんだよ。まあな、怖えな、なんか君からのものっていうのはよ、いや今回ガチよ、そう絶対絶対そう、何これ、ラッピング込みで行ったから、ラッピング込みやな、どんな風になっとるかわからんくて段ボール開けれんかったんやけど、段ボール開けるよ、何これ、なんか怖えな今開けた方がいいな、じゃあまあ動画撮ってるから開けてくれると助かるは助かるけど、お、カレンダーじゃね、カレンダーです、ドラゴンボールのカレンダーです。おーあの真面目に俺も欲しいやつなので、あなたがいらんといた瞬間に俺バッともらいに行くからいや全然欲しいやつよいやもうドラゴンボールだからさ、あなたワンちゃん持ってるかなって思ったんですよ、買ったかなっていうのも、これあれやん、どれやん、アマゾン俺入ってねえで買えねえやん、アマゾンじゃなくても通販自体で買えるよこれは。そう、うん、俺のやつついてなかったよって、ヤフー、ほーん、あめっちゃ嬉しいね、まともなものもたまには送りますよ、たまにはって自分で言うのもあれだけどありがとう全然思わんかった、わなんかすげえ嬉しい、すげえメリークリスマスはい、まともなクリスマスプレゼントでございます。どうなんだろう、カレンダーは、カレンダー自体はありですか、普通にその全然ありじゃねえこれがさ、うん、もうわけわからんあれやった、やっぱしなっていうわ俺、普通のカレンダーとかでもなんかワンちゃんどっかからなんていうの買ってたりするかなって思うと、カレンダー買っても、カレンダーってもう100均でもいいわって感覚ないんで、まあね、いやでも被ったらどうしようかなっていう怖い思いがあったから言わないから、破らんもん俺、うん、破らんやろめくるやろ、一回一回おめっちゃ嬉しい、全然考えてなかった、どうせまたゴミ送ってくんやろな、ゴミみたいなもん送ってくるんだろうなと思った俺絶対嫌がらせてくると思った俺マジ嬉しい今の、はい、ドラゴンボールのちゃんとしたやつですよ、ありがとうございますじゃあクリスマス企画の方行きますか。何それ。クリスマス、あ、まあ、前回は1000円ガチャでだいぶどえらい額を使ったわけで、今年はちょっと自粛しようと思って、今回はこういう企画を用意しました。中にあのくじをたくさん用意したので、それでガチャじゃないけど。来るかな、いや先に聞いてもらっていいっすよ、くじを引いてもらってその書かれたものをお渡しするという形でなんか何これそれ一人一人なんていうの、この これに収めたいから一人一人やりたいんですよ、まとめてくるとその極端な話電撃ライターのそれをネタバレするじゃない、二人目かからなくなるじゃない、あそういうなんかそういうのもあるし、単純に動画進行の邪魔なので確かに俺の聞いたやつとこっちがなるみたいだな、そうじゃん、それよりは一人一人やってもう一人一人引っ掛けたっていうか、そのネタをちゃんと取らせてくれた方がわざわざ企画考えた意味があるからまめだねあんた
だからクズを一つ引いてください。変なのしかねえもう。2つ目を引いた、2つまとめて引いた時点で、うん、全部お釈迦になりますので、ちゃんと一つだけで何枚当たりが全部同じものが入ってるの。当たりも入ってますよ一応何の当たりかわからんもう、はい、怖えな先にこっちに見せてくれると嬉しい。広げてなんかよくね。だったらこれやめるじゃねえか俺やったドキドキ感ねえやりました。なんか知らんけどもらいましたやったまあ企画としてはこれをね、これ誰かに当たってほしいんやって減らってこない感じがあってもういや天国と地獄っていうのはやめよう。地獄っていうのにするんやってこれいいやん。これハンバーグもらっちゃったって言うやろそしてハンバーグがあるんやなって思うやろ。違うね、全部ビリビリにしていくんやん。あ、ボールペンにしますね全部ビリビリと、もうボールペンとかライターとか、なんていうの、その、もう引っかからんわ。そう、あいつら一応学習能力ある。おもちゃ系に絡めたとしても多分引っかからないなって思ってるから、うん、もう何か別のなんていうの企画ちゃんとあるの？ん？そういうなんか引っかかるのってあるの？一応もう俺には余裕があるんやん。そうか、わざわざ15枚くらい書いたのにな、小ネタとはいえ俺めっちゃ多いな。そしたら引いてほしかったな。だからで、いや、ほら、外れ、うるせえな最後にハンバーガー食べてレビューだけでもください。動画を締め、もうお腹がいっぱいかなって思ってるんですけど一口でもいいから絵をくれ、絵をこれ何、何もしてないやつ。ダブルじゃないよ。違う、なんか変なからしを入れたとか砂糖別々入れましたみたいな。それやろうか。ごめん、砂糖持ってきてないわ今から買いに行ってくかな俺。いただきます当たったか外れかわからないけどもう匂いで分かった。こうやって行った瞬間、あー、バレるかやっぱ、うん、辛くない。めっちゃ辛い。バカだろお前ちょ、リアクションが薄すぎた。いやお前、いや、クソボケだカレリアクションが薄すぎた。あらデストンス、なんだお前、何これあらっよくやるね。水どうぞ、それ俺くっつけてないからこれ合うな、合っちゃったか、しかもうわ、これ何この辛さ、バカじゃないのこれ。そうっす、だからそのめっちゃ辛いソースは唐辛子とチキンのタバスコの最上位系的なやつ。ほんとジョロキオとハバネロが入ってんじゃんこれも。そうそう、バカだろお前辛いと思ったのに、なんじゃこの辛さ、おかしいなと思ったんやて俺なんか入ってるやろ、入ってるやろって聞いたけど歯茎が痛えもん食べた？これ？うん。そう。家にちょうどいい、なんていうの、こういう何かに混ぜてるのなかった、その時。これ、お前味見しろこれ絶対に。YouTube では散々見てるからもういい。あ？全員に仕掛けてやろうかな。これ。なんだって。実はハンバーガー予備がもう一個あるんですよ。で、違う、うれぇ予備を前もって買っといた理由は、さん入れて、それをハンバーガーしかねえんだよ、そんなかもいや
あの15枚中10枚ぐらいハンバーガーだけど。これめっちゃ辛いな。食いたかしが食う？怖いもん。あ、怖いもん。舌がよ、痛いっていうのはまだすげえやつ。歯茎がすげえビンビンするぞこれ。ドッキリ大成功。いや、最後は嫌いじゃないからいいんだけどさ。ってことバカだろお前。ほら、いや、ただハンバーガー揚げる企画っていうのも知らないなって思って、これ9月ぐらいにパーンと思いついて、お水出てきたもん、朝で、もう水いらない、一応なんて渡辺さんように、あの、全部作った瞬間、うわっと毛穴が開くもん。あっち買うな、これ、何これ。舐めたことある？怖い。あの、フライドポテト買ったらでつけてみ。あ？ YouTube で大概リアクション見てるからいい。お、バカ、映像とな、味合うと違うぞ、これ。その、熱っ？ロッテリアか、もしくはどっかで、その、激辛バーガーって言って、これ入れた、バーガー一回出してるんですよ。で、その時は制約書書かして、その、自己責任で食べてね、みたいな、そういうやつ。さすがにこの辛さだから。本当によ、じわってこんぞ。いきなりレッドゾーンに来てるもん。すっ食った瞬間に、あれって瞬間に、まず下に来ねえんやで、歯茎に来ねえんやで、グリーンって噛んだ瞬間の歯茎が。なんだこれ。